何しろ今年は都知事選です。ああ、もう都知事選が来たかっていうふうに思っていらっしゃる方、大勢いらっしゃると思います。私もこのその一人です。何としてでもですよ、何としても都政は私たちが考えるような、候補の方にですね、選挙に出ていただいて、そして私たちのこの東京の未来を、より良くしていきたい、そう思って、この団体を、市民プロジェクトを立ち上げました。となって皆さんご存知だと思いますが、樹木は約3本を失ってしまうという問題もありますね。はい、次お願いします。でも私にとって非常に非常に分かりにくいのは、もうなぜ市民の声に対してあまりにも鈍化しているのかということですね。まあ、これがかなり早い段階で東京新聞の方がこういう世論調査を行って、もう東京の有権者の7割が神宮外苑再開発を反対するという結果になったんですね。のが普通だと思いますが、神宮外苑の場合はこういった市民の気持ちを全く無視して強行していること、私から見れば不思議でしょうがない。ありますので、ぜひそれを見ていただきたいと思います。で、次お願いします。これね単なるね噴水じゃないんですよ。戦後復興の象徴なんです。平和を願った、これを 無造作に変えていいのかな、そういうふうに皆さん思いません？変ですよね。で、別に十分持つんですよ。それがある。次お願いします。これ思い出ベンチって言って、日比谷の100年の時に寄付を受けたんですよ、市民の方から。で、この下の文章これ見てくださいよ、昭和20年です皆さん。この公園で別れた人を今でも思い出します。触れもせで別れし、悔やみ、60年。これ思うと多分戦争に行っちゃったんじゃない、あるいは特攻隊かな、だから手も触らないで別れたっていう、そういう思いですよ。そういう市民の思いを全部撤去したんですよ。で、それで結局、東京新聞にこの前、発表されたのが、1400本の森のうち800本を移植して600本は外来種だったり、もうそのまま移植できないんで伐採しますというような中身がようやく分かったんですけれども、結局800本をさっきの共生の森に移したり、もしくは敷地外に移すって話がありそうで、どうやらそんなことではあの森はその流れは絶対に死滅するし、そこにいるメダカたちは絶対死んじゃいますよねっていうのも一目瞭然なんですね。はい、それで5月の19日をもってここのエリアはもう入れなくなってしまうというふうになってます。はい、次お願いします。それで私、最近行ってきたんですけど、特に公表もされないままもう伐採が始まってました。各建坑の資材や運び出しの残土のバックヤードはどうなのか、トラックの往来はどのくらいあるのか、騒音や振動被害は、樹木は一体何本伐採されるのか、こういうことを説明会のその都度質問しますけれども、東京都は詳細設計はまだだと事業認可の後にお答えします。それじゃあ遅いんですね、認可の後にそんなこと言われたってもう後の祭りですから。それから費用対効果があまりにもアンバランスだということも私たち問題にしています。こういう形で一期が終わったんですよ。で、これが2016年で終わったのは18年なんです。それが一期がこれだと思えば二期もこれと同じっていうのは一般常識で考えるわけですよ。それがどういうわけか、これが4月のですね、9、10、11、12時ですね、夜の8時になった途端にガードマンが、30人ぐらいと、工事現場の人間がわーっと集まってきちゃって、これ最後に切られた木なんですけども、あそこに高所作業車がいるんですよね。で、下でチェーンソーを使って、で、周りにもう20人以上住民がいるし、支援してくれる方たちもいたんですけども、それにも構わず大林道路はこれを切ったんですよ。で、ちょっと資料もなくてすいませんけども、そのためにですね、その日には、神田学士会館のところにあった7本と、その後2本、
で1本1本これは最後なんです。これが12日なんですよ。だからこんな危ない工事をですね、大林道路さんはやってるし、コンプライアンスにも訴えたし、で質問状も出してるんですけども、何の返答もないまま、このままこれを強行しているのが今 の、 あの神田警察通りで、皆さん何人か来ていただいてますけども、もう今日もですね、夜7時半から各住民たちが集まって、来るか来ないか、来たら話し合いをしたいと、この時もやったんですけども、工事人も区役所の人間も一切無視。本当にね、祝言を言っているのに高い方に、なんて決まったんだろうということでいろいろ聞いても、その中身は秘密ということで、情報開示請求をしても、真っ黒黒で85ページの中で76ページがこの 黒塗りなんですね。こんな感じです。もう見るべきところがありません。こういう資料が出てきています。再開発と促進区を定める地区計画で、公園区域から超高層ビル、三井不動産の超高層ビルと伊藤忠の超高層ビルに移転をさせてあげることができてしまうんですね。そういうとんでもない計画をこの都市計画公園に再開発と促進区を定める地区計画っていうのを適用したと。これはですね、今まではできなかったんじゃないのって言われている手法でして、こういう公園区域では、なので20、30、40にですね、風致地区の緩和以外にもですね、ものすごい特別な配慮が折り重なって、やっと神宮外苑の素晴らしい土地に超高層ビルが建てられるという計画になり下がったということを知っておいていただきたいと思います。非常に、残念なことがありましたけれども、うちの関口健太郎という、ね、議員がですね、知事の、答弁拒否ということを質問しました。これに関して知事が答弁拒否なんて、そんなことは不穏当だということをね、都民ファーストさん、自民党さん、公明党さん、これがね言って、その発言を議事録を削除しろと言うんですよ。これね、おかしな話で、なんでそんなことをね、知事にね、議会側から忖度しなきゃいけないんだと。これはね、本当に今おかしな状況が続いております。そうした中でやっぱり知事であったりとか、都議会であったり、もう非常におかしな今状況なので、なんとかそれを変えるためにはやはり7月の、知事選だと思っておりますので、ぜひ皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございます。これに対して大きな反対運動が起きてきてるんですね。で、その背景、なんでそんな反対運動が起きるのかというと、その自然再生推進、協議会が活動していることも含めて、その野川の歴史というのがちょうど今日の新聞記事になってますし、私 の、 ニュースの方にも、こちらの方にも今回載せています。都民に必要な施策であれば、その情報を本来はしっかりと都民に示していく、そして議論をしていく、その必要性と、住民合意をしっかりと経た上で、住民とともに、地域の将来像を描きながら、一緒に、町づくりを進めていくということが、本来の、町づくりであると思いますし、それが民主主義なんだと思います。そういったことがですね、全くこの今の小池都政の中では見られないというか、非常に大きな課題として今残っていると思います。多分途中で来られたので話の筋がわからないと思うんですけれど、服部さんの方も非常に立憲民主党の東京都の考え方というのを非常になんとか頑張っていただきたいと。おそれちょっとまとめて、それでその辺を、コメントいただけたらと思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、葛西臨海公園の話についてですね、多分ちょっと話があったんだと思いますけども、多分私たちの立場としてはですね、この葛西臨海公園の、改築についてですね、明確にものすごく反対運動しているということではありません。でそうした中においては、樹木は一切切らないようにするであったりとか、移植をその場でするということであったり、それから植え替えの時に、樹木の診断を必ずして、その上で、
ダメなやつであれば、まあ、これはもうしょうがないと、まあ、いうようなことは言っているわけですけども、あくまでもそのしっかりとしたものを残していくと、まあ、いうようなことは必ずやるようにということにしています。それから、来週からだと思います、まあ、地域の確か子どもたちとかと一緒に、いわゆる淡水生物館の方だと思うんですけど、あそこ の, あの小川のあるところをちょっと埋めるみたいな時に、まあ、まさかコンクリートをいきなり流し込んでですね、それをなくすというようなことじゃないよねという形は確認を取った上で、そうしたことはなく、まあ、あくまでもやっぱり残すものはしっかり残していこうと、まあ、いうようなことはしっかりと言っていこうというふうに思いますし、そこは信じられないというようなことであったりとかいうことはですね、私たちの方でしっかりとれ取り上げていくべきだと、まあ、いうふうに思っております。今多分いろいろ小池都政について話ありましたけども、小池都政の一番の課題は、まあ、小池さんが都政に関心ないというのが一番ですけども、住民の声聞きません。住民の声を聞かないっていうようなこと、これ石原都政の方がですね、まだ聞いたような気がします。私でそれは石原さんが聞く意思を持ってたというよりは職員がそういうマインドになるんです。で今は、その葛西臨海公園の話もそうですけど、私たちは、まあ、神宮外苑の話なんかは神宮のイチョウ並木のところを視察 させてくれと言ったら、それ都議会議員がですよ、現場を視察することを拒否されるというような前代未聞だと思います。しかも神宮外苑ってパブリックスペースですよ。別に敷地内に入ってですね、どうこうっていうようなことをするわけでもなく、そうしたことをですね、やらないというようなことで、まあ、事業者のことなんで事業者に聞いてください、一本やりです。多分葛西臨海公園も同じようなことだと思います。住民の声聞かない、都議会の声も聞かないということになると、これ何のためなのかというようなことで、反対の声こそ むしろ耳を傾けた上でやっていくというようなことで、まあ、住民の声を聞くようなですね、都政にどうするかといったら、やっぱり都知事を変えると、まあ、いうことで、少なくともやっぱりそこは住民の声を聞くような都政に変えるということは、おそらく私たちここにいる議員はメンバーみんな一致できるのかなというふうに思っております。ぜひまた引き続きよろしくお願いいたします。長かったです。はい、ご質問。ちょっと待って、ちょっと待って、はい。